ラオン、バジュ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 ラオン。ああ、時は今、千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ、自由のバジュラオン。蘇る理由さえ、正義の意味さえも、今は知らないお前だけれど、吠えろ前期前期、いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に、そうさ前期前期、その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオン、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 バジュラオン。その昔、縁のおずぬに命を受けし赤き御法の寄進あり、その名を善鬼。善鬼金剛の力にてこの世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたり、そして今この世に災い現れし時、無敵の鬼神善鬼は再び蘇らん。主、このところ心の幻影に惑わされているようですね。申し訳ございません。責めているのではありません。ただあなたの中にカルマの波行とは別の意志が働いているように思えてならないのです。はい。カルマ様は何を言っておられるのだ。失態を演じた者に慈悲の言葉など。やめろグレン、男の嫉妬など見るに耐えられん。ん？誰が嫉妬など。お許しを。心配はいりません。それは秘められた力を解き放つ呪縛結界です。秘められた力。アンジュ、あなたは邪道士のうちでも最も秀でた呪力を有する者。間もなくその力が必要とされる時が来るかもしれません。今は迷いをかき払い、次の機会に備えるが良いでしょう。どういうことだ。カルマ様は一体アンジュに何を。案ずるな、アンジュネに次の機会などありません。私の秘められた力、一体。またあの男が。忌々しい邪念よ、払い落としてくれるわ。ダンディダンダバリタイダンダバリテイダンダクシャレイダンダシュダレイソダラハチボダハシャーッ。炎の内より封じが立った。秘められた新しい力か。おかしいな、ちゃんと窓閉めたのに。寒い。おずぬ様、どうかあの子をお守りください。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。
お嬢ちゃんよ。なんでこの俺がお前さんのところの売り子をやらなきゃならねえんだ。あれれ、どいつもこいつも正月早々バイトは嫌だって言うしさ、他にいないのよ。大至急助けがいるって言うから何かと思えば。これください。あ、はい。そう固いこと言わないで、一年の稼ぎは元旦にありってね。ところで式神の姿が見えねえようだが、なんであいつは働かねえんだ。ああ、あいつまた。なんで言わせるの。きちんと仕事しないやつはご飯食べちゃダメ。いいんだ、ちょっと話せよ。皆さん、我が縁の樹報堂では守り神が直々に売り子を務めております。さあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。ああ、やすめ、やめろ。何しやがんだ、てめえら。いてえ、こいつ噛みつけやがった。こんなのに守られたら今年で人生破滅だ。うわー、かまや。さあジャッジ焼き、参拝客の出足は。おいしょ、その格好。なんじゃその目は。お主は客のハートをつかむ術が分かっとらんようじゃんの。おりゃ栗林、こんな人通りの少ない場所に巻いてどうするんじゃい。え、お嬢様、早く下ろしてくださいよ。黙れ、これも神妙じゃ。御仏のおそばで功徳を詰めるこの喜びを何とする。そんな高いところ怖いよ。情けない。こちら管制塔、こちら管制塔、高度を上げよう。こちら操縦席、ラジャー。おい、高度を上げるぞ。おう、助けてー。負けたかもしれない。こちらで合格祈願のお祓いをやっていただけると伺ってきたのですが。あ、はいはい、こちらですよ。神官ブッドが強欲の顔の突っ張り合いやってると神様大変だわね。勝手にやってろ。もうやめだ。あらよ、そま。まるでガキだな。まったくじゃ。ずいぶんたくさんお受けになるんですね。もし宅のつとむちゃんはちゃんと私立に受かりますでしょうね。はい、秘伝の呪符を使いましたのでバッチシです。よかったわね、つとむちゃん。はい、今までの神主様も同じようにおっしゃってました。次の神社よ。はい、ありがとうございました。奥さん、わしの寺へも寄ってくださらんかの。後で寄らせていただきますわ。奥さん。ちぇ、食い物のあるところはみんな閉まってやがる。くそ、餅や飯は千秋がしっかり見張ってやがるし。ああ、ひょいの実が食いてえな。あんなもんのどこが面白いのかね。正月なんて退屈なだけだぜ。どこにしようかしらね。あ、お母様、あそこがいい。そうね、あそこにしましょう。どうしちゃったのかしら、急に人がいなくなっちゃった。正月だってのに妙だな。おい、あふれんばかりの煩悩はどこへ行ったんじゃ。樹海、お主のところもか。ああ、おみくじ一本売れやせん。嫌な予感がする。お客さん待っとりましたぞ。これはこれは合格祈願の奥さん、わしの寺がまだですじゃろ。さ合格。そんなものどうでもよろしいんですのよね、つとむちゃん。はい、お母様。ねえ、そんな、せめて賽銭だけでも。どうしたのかしら。まるで煩悩を吸い取られちまったみたいだぜ。あれは何があったんだ。
んだここは。この神社は数年前から廃屋になってるはずよ。下船、千秋、続け。これは一体、サキばあちゃん、これ見て。これはヒョイの実。なんとしたことじゃ。商売繁盛。もっと書かなきゃ、書かなきゃ。やめろ。書かなきゃ、書かなきゃ。まずい、エマに煩悩を吸い取られてやがるんだ。やはりカルマの仕業か。お主ここで何をやっておる。正体を現しなさい。待っていたぞ小娘。どうだ、僕のタコが一番高いぞ。私のタコよ。何言ってやがる。俺様が一番に決まってんだろ。ねえ、僕のタコ返してよ。やかましい。下手くそで見てられねえからこうして。くそ、こいつはヒョウイの実の匂いじゃねえか。やったぜ。どうやら今年最初のごちそうだぜ。みんなを元に戻しなさい。どうした、神話4番の幹部すんね。あんたなんかに言われなくたって。どけどけどけ、てめえは。役者が揃ったようだな。そろそろ余興と行こうか。愚劣なる人間どもより集積されし煩悩よ、今こそその姿を解き放て。出よ憑依人憤慨。なんだこいつ、いきなり憑依人になりやがった。人間についてるんじゃないの。大量に集めた煩悩が憑依獣を生み出すに十分な呪力を持っておったのじゃ。千秋、油断するな。早く来る真の呪縛、鬼女の刃にて封じを断つ。はい、バジラオンオフ。厳厳せよ、何に元気。前期ここに元臨。くらえ憑依獣。何、どうなってんだ。何、どういうこと。奴の体は邪悪な念が実体化したものじゃ。物質的な攻撃など効かぬ。そんな。エマだ。え、奴が煩悩の実体化なら、それを集めたエマを破壊すれば消えるはずだ。もうそうじゃ。オンマリシエイソワカ大魔剣。どうじゃこの無理。どこかに憑依の実の実体があるんじゃ。それを見つけ出さん限り勝ち目はない。そうか、でもどこに。明かしときな。あれだ、もらった。
殿。さっき。何の真似だ。早く元通りにしろ。あのままだとやられちゃうでしょ。うるせえ。俺様の面に泥塗りやがって。地上最強の鬼神が敵に後ろを見せられるかよ。バカ、死ぬつもりなの。俺様は不死身だ。可愛くない。静かに。気負ったぞ。くそ、あいつがエマを握ってんじゃ手が出せねえ。前期が空を飛べたらな。前期殿は力だけで叩こうとるんじゃ、ないものねだりは言うでない。そうね。ほっとけ。こそこそ逃げ回ってられるか。あ、ちょっと待ちな。これオーシャンとこのチラシじゃないの。なんじゃと。おお、栗林、いつまでそんなところにおるんじゃ。へえ、だってオーシャン様が。バカもん、憑依獣が来とるんじゃぞ。はいよ、降りてこんか。悪いじゃん千秋。はよ、前期殿を召喚せい。え、だって前期殿なら止めても無駄じゃ。それよりわしに考えがある。急げ。逃げ足の速い奴らだ。ん、やい、ヒョイジュ、俺様は逃げも隠れもしないぜ。その姿で戦うつもりか。行くわよ、前期。我と来る真の呪縛、奇獣の刃、風獣なんだというのは分からんのか。何、なんだこれは。お姉様大丈夫かの。案ずることはない。おずぬ様が必ず守ってくださる。おずぬ様が。こら、覚悟。しつこいやつらだ。おい、あぶねえ。しっかり捕まってろ。我が血を受け継ぎし者よ。おずぬ様、また再び新たなる力を解き放つ時が来た。心の目を開き、そこに浮かびし呪文を唱えよ。少女ちゃん、このままあいつのそばに近づいてくれ。小賢しい。お、サマ、離せ。お嬢さん、今だ、早く。センキどう、しまった。何、あれはもらった。バジラー。
ゼンキ、よくやったぞ千秋。あら、私たち一体どうしたのかしら。どうやら全員元に戻ったようだな。めでたしめでたし。おいいぞ。どうだガキども、これで俺様が一番だぜ。